ンポン。ねえねえ、フュージョンしよう。嫌だよボケ。じゃあ、ポタラでもいいから。なおさら嫌や。でも合体すれば戦闘力上がりますよ。この動画に戦闘力は求められてねえよ。いや、それ以外の能力も跳ね上がりますって。例えば、ね、あかりちゃんたす、先生で。A パック、お前の影響力強すぎん。IQ、あかりちゃんたす、先生で。に、お前の影響力強すぎん。うちに何の得もないやんけ。でもほら、フュージョンなら30分で解けるから。ね、はあ、まあ30分ならええか。やったあかりちゃん大好き。そういうのはええねんアホ。ね、どうやるんや。こんな感じです。フュージョン。そんなんだったっけ？簡易版です。そんなんあんの？じゃあ行きますよ。はあ、フュージョン。いや逆、最後倒れる方向逆や。いや、失敬失敬。ワンボア。フュージョン。あー、ごめんごめん。開始位置近すぎ近すぎ。あははは。で、茶番はええねん。やるならさっさとやるぞボケ。やだ、男らしい。ええから早しろ。行きますよ。おう。フュージョン。いや雑ー、立ち絵半分に切って繋げただけ野郎がふざけんな。本来のフュージョンはこんな感じで自然に合体する野郎が。てかよく見たら結合部分ちょっとずれてんだよ。せめて位置は合わせろ位置は。イエイ！あかりちゃん見てる？これ別個に意識ある感じなの？せめて意識くらいはフュージョンしろや。ねえ、あかりちゃん見てる？やかましいわ。突っ込みどころ多すぎんねん。ちゃくたらん野郎がふざけんな。はぁ、あ、やっと30分経った。でも、もしちゃんと合体したら名前とかどうなるんですかね？ゆずきあかりとか？うん、カリカリアユとかどうです？なんか酒のつまみみたいな名前やな。